ンポイ、ヤンポイ。香港来た感めっちゃあります。やっぱなんか、香港っぽいね。こうやってわーってたくさん料理が並ぶと、うまい、うまい。めっちゃうまい。これ何もかもゴリー沖縄ー。おはようございます。来ました、よくご飯。もうね、皆さん、はい、もうビールが継がれております。ありがとうございます。しかも香港のこのお店のスタイルでビールはこのお茶碗で飲む。あ、これですか。渋いスタイル。へえ、こちらです。こちらで飲みます。今日はお酒をたっぷり浴びたいと思いますので、ありがとうございます。こちら守護伝説プレミア、こちらを胃袋にまずは入れさせてもらいます。行きましょう、はい、プレミアム初めてだな。よし、水やと思った。いや、熱い熱い。お湯、熱い、すげえ左右熱い。俺も熱かった。うわ、じゃあ、香港ナイト4ポイント、4ポイント。うわうまうまビール、うまチンタオビール、チンタオビール、中国のビールらしいです、はい、やっぱうまいね、チンタオ。ご飯や軽いっすね。でも軽い軽い、量が多い、量が多い。でうまそう。おじさん、これやばくないですか。やばい。これなんすか。わからん、豚の皮じゃない。で、チリソースみたいな。なんてやつ。これが豚の手を焼くやつ。手を焼くやつ、すごいか。いただきます。いただきます。どうぞ。カリカリ、なんかスナックみたいな。で、匂いもタイ料理とかに出てくるチリソースが甘くて、で、甘い味付けてくれて、その肉が最高。うわ、これですね、ほんのチリソース、うまい。さすが元屋台というか、うまいわ。僕たちもいただきます。いただきます。もともと屋台だったんだって、このお店。あ、そうなんですか。へぇ、うまい。いただきます。うまっ、うん、うまっ。いや、これね、ほんと酒飲み用に作られてる。味がすか。うん、味が濃い。うまっ、うまいわな。こちらも有名です。うん、ハトとかないですか。ハト、うわぁ、ね、ハト、ハト、ハトです。ハト、顔ありますよ、顔。うわぁ、ほんまやん。ハト、ハトです、ハト。うまいよね。あんま肉ね。こちらの塩、少しだけ、少しだけ。あ、普通にただのチキン。ハトって言われなかったら、普通にただチキン食べてる。じゃあ、デンマ君、ちょっと顔の部分。いやー、無理。普通に、うん、美味しいですね。全然違う。え、マジで食べれるか、これ。食べるの、これ。全部食べれる、食べれる。こんなこと食べれる、食べれる。そういうことだよ。もちろん、もちろん。それを、そのために置いてる。ここね、結構太いです。うまい。めっちゃうまい。うわ、こんだけ囲むと、あの香港来た感めっちゃあります。うん、やっぱなんか、うん、香港っぽいね。こうやってわーってたくさん料理が並ぶと。これはね、有名ですね。はい、あのホタテの、あの蒸し元です。へぇー。あ、やばい、めっちゃうまい、めっちゃうまい。これ全部ガーリック、ガーリック、全部ガーリック。ガーリックに、言ってみれば春雨に、上にホタテ。珍しいな。うん、
うん、ガーリック大魔人持ってくる。ハンバーグ、はい、どう？どこの町だのここ。バーティーうまい。が、ハミダ君。こちら。はい。手袋です。いただきます。あ、何だ。うまいな。メトビメトビルハイ。ホタテでか。うまい。ああいいね。春雨なんか。うまい。めっちゃうまい。いやー、幸せだなマジで。何もかも。食べてたらずっとハトと寝顔いました。でもハトもお前嫌やって言ってるから、おいお互い様で嫌や、ゴリさんが良かったって言ってるから、そうか、もう全然笑ってない。飛びたーって言ってる。お前かい。結構普通定番。あ、ゴリさん来ました。これは香港のビール、香港ビール、ブルーガール。もともと同一のビールなんですけど、どうですか？めっちゃ有名です。さっきのビールと、このビールとの違いは？こっちはオリオンビールに近い。はいはい。さっぱりも。さっぱりですね。うん、あっさりした味で飲む。こっちはもうちょっと味が濃い。へぇー。ビールと白ワインの間みたいな。へぇー。いいな、美味しい。でかっ！美味しい。いただきます。こんなでかいのいただいていいんですか？うん、まっ。めっちゃ香港がもう酒だな。香港って街が酒。基本的に中華料理がすぐで出てくるの早いよ、ね、一気に出てくる、この街の料理が。めっちゃコックが見ろ。ハトの顔、あと3割。これさ、一回ハト売ってみます。結構いい。3ってことは、3人ってことですか？ちょっと置きますか？まずハト。ハトですよ。あ、空心菜。うわー、空心菜最高。空心菜や。まあ、そう。いや、これ香辛菜ではなく豆苗です。え、あ、豆苗、豆苗、豆苗ってもっとあの細い香港の豆苗がこう厚いです。へぇ、全然日本と違う。いただきます。これなんだ。いただき、これ豆苗だよ。見てきたのと違う。ちゃう。うまいし、食感最高。あ、いや。いや。今さ、来ました。一番いい景色で、これが幸せの塊と呼ぶものです。卵白チャーハン。卵白チャーハン。卵白。卵白やって。卵白じゃなくて卵白やって。うまくない？うわ、絶対うまいこれ。サラサラ系なの。まさかの。え？まさかの。え？え？いただきます。薄味。胡椒たっぷりじゃないですか。うまっ。あれ待って、表情全然違う2人。俺はもう濃いのに今散々慣れてきた。はい。温度がいい。その後ろでちょっとお米坊やが。確かに薄いですね。うん、この全体の味付け見たら薄め、うん、でもめっちゃ美味しい。じゃあいただきます。どうぞ。あ、すいません。お疲れ様です。いただきます。お疲れ様ですけど。
高さんありがとうございます。君に会えますか、香港料理で。美味しいよかったです。あ、すいません、すいません、いただきます。うわちょっと違う、香港のやつ。全然違います。全然違う。全然違う。味付けは醤油ベースで、あの麺が米粉。じゃあ方みたいな感じ。そうそう、ずっと一方。あ、はいはい、あ、いや、とにかく、ね、めっちゃ太い。うまそうね、これ。これが香港風焼きそば。やばくない？肉もめっちゃ多い、見て。うわ、うまい。七面焼きそば。食感は平べったくて太い七面。はい、それを醤油とすごいソースっていうのかな。それで焼きそば風にして炒めた感じ。これはうまい。これは来ますか。うん、うどん、あ、うまいわね。うどん、うまい。え、めっちゃうまい。これ一番かも。うっせ、関西よりかも。味付けてこれ2杯目の時につけて食べる。え、麺つける。え、なんかつけたら行きましょう。うまつける。うまい。これちょっとちょっとだけ、ちょっとかなり香港のチーズ。結構つけましたよ。あー、クイさん、あー、辛い。あー、ビール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 。辛いけど美味しい。あー、辛い。どう辛いですか。唐辛子の辛い。しかもね、ちっちゃいアリがさっくる。あー、でも美味しい、美味しい。ただ辛いだけじゃなくて、濃厚。ちょっとあー、やってもうた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 。あー、あー、でもビールでなかったらもう一回行きたくなる。癖になるから。辛いけど美味しくて。皆さん早いけど食べ方が間違っています。間違っています。ちょっと教えてもらいましょう、師匠に。はい、正確な食べ方が一方、はい、足の先で添えた結果。だってつけてって言ったもん。言ってる、つけて。現時大爆笑です。いや、つけてって言ったもん、ね、香港料理を食べて思ったのは、はい、香港の夜の街は酒豪伝説が必要だった街です。なるほど。もうね、酒に合う食事しかないから酒が進む。最高。その胃袋を守るために酒豪伝説が必要だったんだよ。はい、あの、なぜ酒豪伝説が香港でこんなに人気があるのかが分かった。酒飲みの街です。最高。最高です。いやいや、めっちゃ幸せ。マジうまい。お見事です。ぜひとも皆さん、よかったら我々が行ったいろんなツアーを回りながらですね、お酒飲む際はですね、その前に酒豪伝説を飲んでいただいて、おすすめはプレミアムです。そういう風にやると明日はすっきり目覚めると思います。ということで、せーの、アンシェア。堀さん、今から良い地域です。まだ全然飲んでるの。はっていいとのことです。すごいね、本当に貼っていいの。はい。で、おぉ、メイクイン、メイクイン。いや、本も貼ってくれた。Thank you。 Thank you。 あれ、どうした、貼った、貼ってくれた、こんな目立つところ。すごい。 Thank you very much。 Good taste。 Thank you。 Thank you。なかなか香港来る機会ないと思いますけれども、来た際はこの店でこれをしゃべってください。アンシェア。